芸能コース3年の黒木あまねと、同じく芸能コース2年の金山琴音です。よろしくお願いいたします。いよいよ今年も来場型のオープンキャンパスが始まりましたね。はい、本日は第1回目なんですけれども、なんと1000名以上の方が参加してくださり、本当にありがとうございます。ありがとうございます。1000人いるけど人が多いですね。ありがたいです。ただ本来ならば体育館で全大会を行い、皆さんに直接お会いしたかったのですが、コロナの影響でこちらの配信型となってしまいました。少し寂しい気もしますが、本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず最初に学校挨拶です。校長代理の井出口先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本日は福岡第一高等学校および第一薬科大学附属高等学校のオープンキャンパスに来てくださいまして、誠にありがとうございます。両校の校長代理をしております井出口隆と申します。本日は学校を代表いたしまして、一言ご挨拶をさせていただきます。両校が所属しております学校法人鈴木学園は、昭和31年に個性の進展による人生錬磨を建学の精神として、この福岡市南区玉川町に産声を上げました。以来もうすぐ70周年を迎えますが、この個性教育をぶれずに邁進してまいりました。今年は皆さんの個性を伸ばすために23の学科コースを用意して、皆さんの入学を心よりお待ち申し上げております。昨今個性教育はいろいろな学校で教育現場で言われるようになりました。本校の建学の精神である個性の進展による人生錬磨は、その個性を伸ばす、その自分のやりたいことを徹底的にやる、それが人生錬磨ということにつながります。そしてそれをことによってやがて社会に出て
大きな社会に出ていく時の大きな力になるように、この3年間で皆さんがやりたいこと、勉強したいことをしっかり見つけていただいて、頑張っていただきたいと思っているところであります。本日の午前中に多くの生徒の皆さんがクラブ活動の体験もしていただきました。クラブ活動も皆さんの個性を伸ばすものの一つになります。私自身もこの学校に勤めてもう28年になりますが、ずっと男子バスケットボール部の監督をさせていただいております。いろんな方の支えによりまして、今年の夏も、インターハイで優勝することができました。私たち先生たちも教員にもやりたいことをやらせていただく、やらすことができる、そういう学校です。この3年間で皆さんも自分のやりたいこと、自分が一生打ち込んでいけること、それを見つけて大きく社会に羽ばたいていただきたいと思っております。本日引率していただきました先生方、あるいは保護者の皆様、お忙しい中どうもありがとうございました。都筑学園は全国に札幌から鹿児島まで多くの大学、専門学校等も併設している大きな学園でございます。お預かりしたお子様たちのこの3年間だけではなく、卒業後の進路もしっかりしたものを約束させていただきますので、どうぞご安心してお預けいただきたいと思っております。それでは本日多くの高校生、それから学校の先生方が皆さんに少しでもこの学校のこと、この学科コースのことを理解していただこうということで、いろんな準備をしておりますので、たくさん質問していただいて、しっかりこの学校のことを理解して帰っていただきたいと思います。甚だ素地ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。それでは一日よろしくお願いいたします。井手口先生、ありがとうございました。続いて入試説明です。教務部長の近藤先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今から入試説明を行います。よろしくお願いします。入試説明は本日お渡しした資料、募集要項をもとにお話をしていきます。この話を聞きながら手元への準備をよろしくお願いいたします。入試説明のテーマは大きく5つです。その内容は入試の種類、日程、学科試験、面接試験、評価、判定、パラマ入試の特典についてです。準備はよろしいでしょうか。それではページをめくってください。画面にも資料を表示しますので合わせてご覧ください。ページをめくると最初に出願方法が載っています。令和5年1月12日、13日に実施されるパラマ入試と、令和5年2月3日に行われる一般入試、2種類です。多くの方がパラマ入試を受験していますので、今回は特にパラマ入試を中心にお話を進めていきます。ページの下の部分にある内容です。パラマ入試のパラマはサンスクリット語に由来しています。日本語では第一義体、個性と訳されます。そのため入試も個性を大切に評価します。次に入試日程について少し掘り下げてお話しします。先ほど触れたように1月に実施するパラマ入試と2月に実施する一般入試ですが、パラマ入試は2日間の日程での案内です。詳細を見てみましょう。学科コースによって試験日程を分けています。その試験日程の中で学科、面接、実技試験を1日で実施します。学科が1日目、面接が2日目など複
数の日程で受験することはありません。ご自身がどの学科コースを希望するかによって日程が決まります。では複数の学科コースを希望する場合にはどうするのでしょうか。画面に表示していますように入試では第一志望と第二志望を出願の際に選ぶことができます。第二志望がない場合には第二志望なしとなります。受験は第一志望の学科コースの日時で受験をいただき、その結果をもとに第一志望第二志望を含めた総合判定を行います。以上が日程のお話です。次に入学試験についてお話ししていきます。資料を全部広げた右側の部分のお話です。見開きのページ一番右側となります。学科試験の種類についてです。大きく分けて記述式、マークシート方式の2種類です。画面に表示している枠で国際科は国語、数学、英語の3教科記述式、国公立大学進学コース学業特待入試は5教科の記述式です。マークシート方式の基礎英語についてですが、国際科、国公立大学進学コース以外の多くの方が基礎英語を学科試験として選択をすることになります。一般入試につきましては国際科、国公立大学進学コースの募集はありません。問題は国語、英語、数学、90分3教科のマークシート方式です。また広域通信制課程は面接試験のみとなります。次に資料を少し離れた面接試験についてのお話です。今日お渡しした資料パラマカードが関係します。ここに表現した内容をもとに面接試験を行います。写真、イラスト、文章などを使って自分の個性、良いところをしっかりと表現してください。音楽科、造形、芸能コースについては実技試験も同時に行います。なお自身を表現したパラマカードはこちらで預かりますので、作成したものをコピー、撮影などをして内容の振り返りができるように準備をお願いいたします。試験の評価についてです。調査書、パラマカードの内容、学科試験、面接、実技試験、この4項目の総合評価で判断します。特定の要素のみをもって合否を判定することはありません。自分の個性を入試でもしっかりと発揮してください。ここまで入試全般についてお話をしてきました。パラマ入試は宣願入試ですかというお問い合わせもありますが、宣願入試ではありません。しかしパラマ入試には様々な特典があります。それでは見開きのページを畳んでください。奨学生制度についてのお話をしていきます。ページ右側をご覧ください。桃色の学業特待奨学生制度とうぐいす色のパラマ奨学生制度、大きく2つの制度があります。最初にパラマ入試学業特待奨学生募集についてお話をします。ページ上部桃色の部分をご覧ください。学業特待入試合格者についての制度です。特典は施設費の全額免除、授業料全額支給または教育充実費全額免除です。その特性上併願も可能です。勉強が得意だという皆さんはどんどんチャレンジしてみてください。次にパラマ奨学生制度についてお話しします。ページ下半分うぐいす色のところをご覧ください。パラマ奨学生制度は宣願のみの受付です。特典は施設費の全額免除と授業料の半額支給です。大きな枠組みとして一校生として模範となれる人物がその対象となります。そのため評価の一環として中学校等からの推薦書が別途必要になります。兄弟姉妹保護者の受験生の方に関しては申請書、証明できるものを提出し合格をすれば自動的に適用されます。特典は施設費の半額免除です。まとめです。入試にはパラマ入試と一般入試があります。パラマカードを元に面接を行います。入試も
個性を大切にします。自分の長所、良いところを入試でも伝えてください。随時情報を更新していきますので、ホームページをこまめにご覧ください。福岡第一高等学校、第一薬科大学附属高等学校、広域通信制課程、3種類のホームページがあります。よろしくお願いします。以上、駆け足でしたが入試の説明でした。ありがとうございました。近藤先生、ありがとうございました。さて、福岡第一高校と第一薬科大学附属高校には、学年、学科、コースの枠を超えて共通の目的を持った仲間が集まる場所があります。それはパラマ塾です。パラマ塾は趣味や特技を生かすことを最優先に、専門的な知識を持ったプロの先生方とともに楽しく活動しています。毎週土曜日に行われるパラマ塾を中心に、10月のパラマ祭に向けて日々練習を頑張っています。はい、そうなんです。パラマ塾はなんと48塾もあるんですよね、うん、はい、多いですね。多いので、うん、たくさん見て選んでください、はい、ちなみに私たちは2人とも芸能塾に入っているので、毎日歌やダンスなど一緒に練習しています、はい、そして部活動は日本一、世界一を目指すために勝負に勝つことと、豊かな人間形成を目的に行う活動です。本日は全てのパラマ塾や部活動を紹介することはできませんが、学校の公式 YouTube の P チャンネルに紹介動画が上がっていますので、そちらをご覧ください。今回はオープニングスペシャルということで、本日皆さんに体験していただく各学科の体験内容をダイジェストで紹介していきたいと思います。まずは国際科 IB コースからです。国際バカロレアコースです。今日はオールイングリッシュで演技学の授業を体験していただけます。ネイティブの先生や留学生と一緒に英語を楽しく学べる授業になっています。 We hope to see you here。 国公立大学進学コースです。このコースでは他の高校にはない国公立の良さを体験することができます。また在校生の生の声を聞くことができ、実際の高校生活を連想することもできます。勉強を個性に、そんな学校生活を皆さんも送ってみませんか。今日のオープンキャンパス、何をするか分かれていますか？はい、俺のクラスは天才だな。じゃあ、未来君。普通科のコース説明です。お前、天才かよ、すげえな。はい、スララの説明です。なんと、スララの体験ができちゃいます。皆さん、今日は楽しんでいってください。次はアスリートコースです。アスリート独身コースです。アスリート独身コースでは恵まれた環境、素晴らしい先生方の下で日々活動を行っています。これからアスリート独身コースの説明があると思いますが、アスリート独身コースのこと、競技力向上に向けてどのようなことを行っているか楽しんで聞いていってください。次は成果コースの説明です。よろしくお願いします。こんにちは、成果コースです。今回のオープンキャンパスはプリンアラモードを作ります。フルーツやクリームを使って個性豊かなデザートを作りましょう。次は音楽科、どうぞ。皆さんこんにちは、音楽科です。音楽科はこちら音楽棟という校舎で楽器体験や合奏体験などを実施しています。楽器がなくてもお貸しできますので大丈夫です。音楽が大好きな中学生の皆さん、ぜひお越しください。ソーシャル心理科です。ソーシャルでは医療、福祉、リハビリ、心理学について学んでます。今日は心理学について体験授業があります。楽しみに待ってくださいね。次は造形科デザインコース、勝木先生。あ、もうカメラ回ってんの？え、あ、造形科デザインコースです。今日はですね、パソコンを使ったデジタルイラストに挑戦します。皆さんお楽しみに。では続いて漫画コース。はい、造形科漫画コースだよ。今日のオープンキャンパスではみんな大好きな缶バッジを作成しますよ。好きなイラストを描き、そこから商品に仕上げていく過程を勉強します。作った缶バッジはプレゼントしちゃいます。お楽しみに。続いては機械エンジニア科、機械クラスです。
カイクラスです。今からお見せするのはガス溶接です。他にも実習がありますので、今日は暑いですが見ていってください。よろしくお願いします。次は高級クラスです。どうぞ。次は自動車メカニック科です。お願いします。こんにちは、自動車メカニック科です。今日のオープンキャンパスでは車衝突時のシートベルト引き付け実験と発電灯の着火体験を行います。それではコンピューター AI 科よろしく。はい、コンピューター AI 科では IT 技術を学び、プログラミングの勉強をします。今回はスクラッチを使ってゲーム作りに挑戦しましょう。次は建築土木課お願いします。こんにちは、建築土木課です。今日は木材で、コースターを作ります。よろしくお願いします。では次は薬大附属医療系特進コースです。どうぞ。医療系特進コースです。皆さんはスーパーボールの作り方を知っていますか？一緒にスーパーボールを作りましょう。次は普通コースです。どうぞ。こんにちは、第一赤大学附属高等学校普通科普通コースです。福岡第一高校にも普通コースはありますが、今回のオープンキャンパスでは第一高校普通コースと本校の普通コースの違いについて説明したいと思います。続いては芸能コースの紹介です。芸能コースお願いします。AI ビジネス科ビジネスコースです。今日の体験学習ではこの iPad を活用してスプレッドシートでこの表計算をしていきます。続いては AI ビジネス科フードビジネスコースです。新設 AI ビジネス科フードビジネスコースです。今日の体験授業ではそうめんを作っていきます。次は AI ビジネス科ビューティービジネスコースです。新設 AI ビジネス科ビューティービジネスコースです。今日の体験授業ではネイルチップを作成します。続いて保育科保育コースお願いします。保育科保育コースです。保育マインドとは何だろう。歌って踊って作って遊んで子どもの世界を体験しよう。本日は子どもが遊ぶおもちゃの制作を体験してもらいます。皆さんお待ちしています。お待ちしています。こんにちは、動物愛育コースです。今日はある動物の部屋に行ってみたいと思います。せーの、お楽しみに。日本語準備クラスでは10個の特別な日本語クラスがあり、日本語のあらゆる複雑なニュアンスまでも教えてくれる三流の先生がいます。 Next is 通信課程。またね。バーチャル京都。司会の生徒にお返しします。バーチャル先生ってめちゃくちゃ気になりますね。私も気になりました。他にもいろいろな学科があってとっても見ててワクワクしました。ありがとうございました。本校のオープンキャンパスは12月まで行われるので、また何度でもお越しください。はい、毎回違った体験ができてすごく楽しめます。私もオープンキャンパス何回か参加したんですけど、どれも印象に残ってます。そして先ほども出てきましたパラマ祭は10月29日と30日に開催します。私たちもステージ発表で参加します。各塾いろんなイベントを準備しているので、こちらもぜひお越しください。また皆さんにお会いできるのをとても楽しみにしています。
以上をもちまして全体会を終了いたします。ここからは各学科の体験に移ります。ありがとうございました。